ちょっと話は全然それってしまいますけどね、時間ちょっと私どうしてもね静岡にいた関係で静岡県川勝知事のことを最近しつこくしつこくずっと追っかけてるんですが、過熱する JR 東海 VS 静岡県知事、反リニアのためなら嘘をつき続ける川勝知事と腐った静岡県庁の実態、静岡県の川勝兵たちの発言が単なる勘違いではなく、反リニアに奔走するため、 平気で嘘をついていることが分かった県職員たちは知事の嘘をごまかすことに必死だ状況を逸する事態を招いた責任は腐った県庁組織にあるということなんですね。で私5年もいましたから知事もそうだし県庁の職員もかなり、えー、よく知ってる深く付き合ったりする人たくさんいる。静岡県庁の人たちもね 大変優秀な人が多いんだけど、なんでこうなったか、これは知事が悪いんですよ、知事がそれで4期もやってるから、もう知事の顔色をうかがいながらあ、こういう仕事をするから、どんなに知事が嘘をついてると思っても、そうは言えないから、必死になって弁護しようとするんだけど、矛盾だらけになってしまって、追及される記者会見で追及されると、県職員もどうなっていいか分からなくなって、それで2年間で41人もしたんだよ、してるんだよ。 最初の8年間でか、4年間か、ね、異様に多いっていうのは、こういうこととね、おおそらく私は無関係とは思わない、それは。もうみんな矛盾に,にまみれてしまって、ついに命を絶ってるということがある,あるんではないかとこれは、これはもう推測でしかないから、これ以上の言い方はできないけども、それはやっぱり、科学知事が非常に独裁権限を発揮して、 めちゃくちゃなことをやっているけど、職員としては何もできないということで、言い訳の前面に立たされてるから、本人たちは苦しんでるわけですよ。本当にとんとんでもないことだと私は思いますよ。これはいやいやな。ごめんなさい。あともう10分来ちゃったけどな、なんか意見があれば言ってくださいな。あのこの数については、ちょっとあの私も調べたことがあって。 えその要するに、どんな組織でもねあの心を病んで結局、死してしまう方っていうのは一定程度、例えば従業員1000人、1万人いれば何人かはそういう不幸な例がありますよね、ただね、静岡県のの場合は、それまでの事業者とあの川勝になってからの比較して、急増してるっていうのは事実なんですよ。ねそだからそれは、ね あのー、非常に独善的な、あるいはその、えー、今まで、だって県庁に働いている人なんて、うん、基本的には真面目な、なんていうかな、はいまあ、県職員でね、はい、まれにいろいろ汚職とかあるけど、基本的には真面目な地方公務員ですよ、はい、その方が追い込まれるというのは、のしかも首長が変わってし増えるというのは、 これはある種、運営が独裁的だったり、問題があるからですよねうん、うんまあ、県庁は、ね、どこの県庁もそうでしょうが、特に静岡みたいに割と県民性がこう本わ化しているようなところだし、そうすると県庁に入るような人は、基本的には優秀なにだに、大体ね、その地元の地名師とか、そ,うあのそこの長男とか、そういう人が多いんですよ。だから本ん化してるわけ、確かに。 でだけど優秀だから仕事はちゃんとできるんだけどその前に石川さんっていう知事が石川さんは何期やった ?2 期3期やったっけな石川さんっていうのはもともと静岡川西だから高校川西で東大法学部行ってもう総務部長に戻ってきて副知事知事とやったんだけどまあ非常に性格的に大和な方で。 あの時代は本当にこう、まあのおんびりしてたっていうか、うん、ギスギスするところがなかったけど川勝になった途端にギスギスって起こるじゃないわけですよもう内部は大混乱に陥っててで仕事はろくにできなくて知事がいちいちなんか言ってやたらとね職員ね振り回すわけですよだから知事がね僕一回見てねええー、と思ったのは公園やるでしょとか外で頼まれてそしたらね 県職員がなぜかたくさんいるから、え、なんでと思ったら、知事がどういう発言をするのかっていうのを最大漏らさず聞いとかないと、すぐその、あれはどうなった、こうなったってすぐ言われるんで、みんな必死になってメモしてるわけですよ。これが異様だったね、なんか、県職員がそんなのつまり、初めて、公園で初めて知事が何を考えてるかって分かるっていう話、これまた変,変じゃないだって。ね、本来は 下書きぐらい持ってきそうなもんなんだけどそうじゃないの、ね、あ,あの方はあの川勝さん勝手に書いたのて <laughs> いろんなこと言いだすらしいんだよねうん散々今揉めてますだからねまあ次はもうないとは思うんだけどそれにしたって去年4000したばっかりだからまたあと3年ありますからねそれをどうするのかっていうもう大問題があるんですけどね もう一個最後、小池都知事がさ、コラボ問題、小池都知事に直接追及へ、自民党、川松都議が見通し、自民党の川松慎一郎とみな1日夜、YouTube を更新し、新年度予算を審議する第1回定例,総会,定例会では、毎年予算特別委員会が開催されることを説明し、委員会には小池知事が出席します。当然、副知事もいます。担当局長もいます。その中で、一問一答ができる貴重な機会と異議を。 解説したと言うんだけど、コラボ問題と小池さん、それから太陽光パネル、それから備中とかいうにこうに、いろいろ線がつながってますよね、小池さんのところでも。それが他のところとどう関係あるのか、今はまだ分かりませんが、少なくとも太陽光パネル、新築の,その一軒家とかあのマンションに全部義務付けというのは、もう通っちゃいましたけど。 なんであんなに異常にこだわったのかというのを私はずっと不思議に思ってたけどこれはだけど他でも分かるようにこの再エネまあ利権疑惑というか疑惑というのかどうもこれはあのこの小池都知事もそっちの方に何か関係してるんじゃないのかと思ってたら業者からやっぱり再エネ業者からお金もらってたっていう。 一部報道が出て、これ詳しいこと出てないんで、どうなってるのかなと思うんだけど、やっぱりなんか関係あるんだよね、これも。うん、あの小池知事関連で言えば、まあ、私、すごい逮捕された社長よく知ってる人なんだけど、あの例の小泉親子がね、広告をやってた会社あるじゃないですか、はい、あそこの社長室に行くとね、あの小池さんと握手してる。 社長の写真がもう大きなパネルに飾ってあるんですよ。ああこの人は太陽光の詐欺で、今逮捕されて、収監されてます。あ,あ、はいはいはい。だから、ね、右<あ>の処理はお金もらったんだったっけな。といえば。うん。ますから。うんうん、ただ、現金の処理をちゃんとすればね、別にいいんだけど。うん、少なくとも、その中国から、その。中国の太陽光ビジネスを使った詐欺事件であるという意味では。 三浦瑠麗の旦那の三浦清の話と、うん、が今言ってる話はね、同じ。同じストーリーなんですよ。ですよね。構造的に全く同じですよね。これね。それで三浦瑠麗という人は、官邸の成長戦略会議で太陽光をやたらと。お、まあ推進する話でし。はい,はい。他方、小池百合子は都知事として。太陽光パネルを新築戸建てに設置を義務付ける法案を。 を、まあ、提出して通ってしまった。はい。これ、ね、構造は全く一緒なんですよ、ね。うん,うん。うん。うん。それからね、もう一つ、これ、あのおもちゃぶりピーが、その、くれた情報としてね。やっぱり、中国側に、有利なことをやる。そういう評論家とか、都知事とか、知事とか,か、かかわか池百合、三浦瑠麗、三浦清。いっぱいいる派。その、と同時にね。例えば。はい 今回、ブリンケンが訪中を中止する言い訳に使った中国製とされる軍事偵察気球について、はいうん、TBS の,お、まあ、あのいろんな番組に出てる総文集っているじゃないですか。ははいあはりい、はい、ますね、はいあ。この人は確認もせず騒ぐ中国の啓発とか言ってその、うん、要するにそれは中国製のものであるか確認できてないじゃないかと。なるほどところが これ中国がこれうちのものですと認めてるんですだからこういう人物をノフォー図にテレビに出しているということ、うん、TBS もそういう人たちだということになるそれからフジテレビがいまだに上海電力を日本に招き入れた第一号の橋本徹を使い、うん、ニューラルーリを、まあ、レギュラーとして使っていて今でも番組審議をさせているということは。うん 中国に近い人がメディアにも相当程度浸透してるってことなんですよねうん、うん、全くその通りですよね。そこに何の警戒も持たない、だから例えばその林外務大臣にしろ、あるいは公明党の党首にしろ、中国のそういう介護に行くとも、やたらと日中関係はなんとかで簡単かってその、えらくいい話のように言うけど、じゃあ問題がいくつもあるでしょうと。 少なくとも8月4日には e z に5発もあの弾道ミサイル打ち込まれたことなんて、なんで一言も文句言わないのかっていうこと、いっぱいあるじゃないですか、何にも触れないですよね、この人たちね。まあ、中国秘密警察の話、どこ行っちゃったんですか、ああ秘密警察の話もそうだ。ね、それであの、秋葉原のね、あそこの,、まあ、あの復讐っていうその団体、復讐重要っていう団体の顧問も自民党の松下新平っていう国会議員が。 顧問やってるんですよ。はいはい,はいはいはい。要するに、ね、る中国の侵略。日本への浸透っていうのは。もうメディアレベル。国政レベル。地方レベルで。もう。もう。あらゆるレベルに浸透されちゃってるんですよね。銀座にある。あそこに行きましょうよ、今度ほら。高級中華料理屋。ね。いしんご。僕はね、実は昨日もまた見に行ったんですけどね。あのうん、あそこに。 たくさん関連団体入ってますよあの,あのビルの中にねあののビルの中にたくさん入ってるそれで、うん、全く同じ団体が名古屋の栄区にある中東ビルってビルがあるんですけどね、うん、そこの中にもほとんど同じ団体がいっぱい入ってるああなるほどね東京あれは神田秋葉原銀座名古屋福岡う、ね、もうねもう日本全国にそういう 日本の主権を侵害するような中国の法執行組織があるってことなんですね。でこうこうアメリカではガサ入って。あのちゃんと fbi の長官記者会見やって、外交問題にしてるんですよ。うん、じゃあ、なんで、じゃあ、志麻さん、これやらないんですかいや。うん、おっしゃる通りですよね。外、うん、はい、じゃあ、時間が来ましたので、これくらいにしたいと思います。まあ、冒頭ちょっとね、えー、画像が乱れた、何とかとあったのが。 関係あるのかどうかよくわかりませんけども、わかりません、まあえっと。後半は全然大丈夫だったので、はい、えー、なんとかあの視聴者の皆さんには我,我々我々伊藤することはまあ、伝わったかなと思います。はい、じゃあまた来週よろしくお願いいたします。あ,ありがとうございました。お疲れ様でした。はい。はい